さあボールを送っていって、倒れていた門村ですが起き上がって狙っていく、キャプテン長谷川を呼んでいる、うん、岡田取りどうかな、ゴールペイントエリア、キックアウト、うん、受かった、ポイントの高さ、二宮康平、ブラッキンズプレー、青森ワッツのディフェンス、ブラッキンズ、フローター、リング、ワッツ、オフェンスリバウンドがセカンドキャッチ。この試合が2投目のディクソン、2本決めてついていますが、どうするか、持っていって松山からワッツ、カットした、チャンス、セカンドチャンス、決まった、ジャンプフラッグ、ノールク出していって、コーナー3、決まる。がボールを振っていってカットスティール、門間圭次郎、レイン離して、これ駒澤颯、バツポストアップから、バツポストアップ、バツバンクショット、ボールを出していってニクソン、もう一度下山ジャンパー3、決まる。ペースチームに10月17日加入のリリースが出てからこれが5戦目、レイアップ決めている駒澤、ペイントエリア能力出していって放っていった、ニクソン、リードに変わりました、残り10秒切ってくる、さあラスト決めていけるかな、おっとブロックショット。